古長禅寺は、山梨県南アルプス市にある臨済修明神寺派の寺院。三号は、随雲山。本尊は、釈迦如来。甲府市八田ご町に所在する長禅寺の前身。所在する南アルプス市鮎沢は、甲府盆地西部に位置する。釜梨川右岸の駒山地前面に展開する、一の世代地上に立地する。標高は六十二メートル付近。 古代の律令成果では、駒郡大井京あゆ沢に否定される。平安時代後期には、大井宗が成立し、中世には、西五一帯に勢力を持った有力国衆である、大井氏が進出する。境内地は、元子の地にあった、新御衆寺院の最高寺の跡地であるという。最高寺の創建年代は不詳であるが、行基創建と伝わり生道伽欄を有したと言われる。 最高寺伽藍のうち地蔵堂が残っていたが、大正11年の火災で消失し、現在では一部の母域のみが残っている。南北朝時代の1316年には、臨済宗の僧である武僧祖籍が最高寺の一角に長禅寺を創建し、臨済宗に改修されたという。大井婦人墓所、高城佐駅、円山高学安少年代駅によれば戦国時代には、 西郷里国主大井信たちが開手後、武田信虎と交渉を繰り広げており、大井氏は、駿河国の今川氏と結び武田氏に対抗した。武田氏との和睦後に、信たちの娘は、信虎性質となり、着難春信を生んでいる。長禅寺住職期秀元博は、春信の学問における死となり、永禄2年に、春信が出家した際には大同師を務めている。 そのため、春信は、国主となった後に長禅寺を庇護しており、古長禅寺境内には、大井夫人の宝鏡院頭など中世段階の石像物が現存している。大井夫人は、天文21年に死去しているが、春信は、同時期に寺を二分し、そのうち一つを、甲府のあたご山南六に移転して、甲府御山の一つに、定めとしたことから、残された。 この寺は古長禅寺と合した。2006年には、山梨県埋蔵文化財センターによる、山梨県内中世寺院分布調査の一環として、境内の発掘調査が実施される。調査区域からは、古墳時代中期からの遺物が検出され、平安時代の土器編、近世に至る遺物や木段と推定される中世から、近世の建物遺構が検出されている。また、 本堂南側にも未調査の基段が確認されているほか、地域の東や北側からは土類の存在も確認され、寺の防御施設や館跡の可能性が考えられている。ウィキメディアコモンズには古長禅寺に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。